それではですね、またウロ戦争、なんでこんだけ、長いこと続いているのか、まあ、いろんな方面から、ね、宗教や、アメリカの会や、ね、それから、原発というかノルドストリームの爆発というようなものもね、で、あるいはトピック、いろんなトピックっていうのを拾っていきましたけども、今日はね、またゼレンスキーがね、息吐くように嘘をつくと。いうことで、最近まあ反転攻勢ね、あまりうまいこと言ってない反転攻勢が6月の初めから始まって7月になっていくんだけど、なかなか成果が上がってないということで、最近言い出してきたのがこのザポリージャ原発に爆破テロを仕掛けてるんじゃないかと、ね、いうことで、ロシア軍がね撤退を開始したらしいんですよね、ゼレンスキーが言うには。でそこにね、ザポリージャ原発ми отримали від нас генпацу бакасу то інформацію, що це є в планах Російської Федерації зробити викид. いうような話がある。現地では緊張が高まっています。一体自分とこで管理してる占領者らはおそらく7月5日にザポリージャ原子力発電所へのテロ攻撃を実行し、自分で管理しているところの攻撃を何でしたいのかということが全然分からへんだけど、まあ、そういう話題作りをしたいということですよね。だから、ロシア人がね、またこれをちょっとその話題作りの補完として、こう CNN テレビがね、ロシア人がザポリージャ原発から避難を開始していると。まあ、これウクライナ政府の発表に基づいてそういうことを言うてるということで、まあ、補完記事、いや、なんとろね、ザポリージャ原発に何か攻撃すると、まあ、日本から言わしたら、そういう福島原発のね、メルトダウンした経験があるんで、まあ、すごい恐ろしいことをやろうとしてるよ、ね。でも管理してるのはロシアです。ね、だから、管理してるのはロシアやけども、ね、日本では南部のザポリージャ原発を占拠しているロシア軍が退避を開始したと発表しました。ほんまにこの人そう思って言ってるのかな。ロシア軍が原発の爆破を計画しているとみて警戒を強めています。ね、7月5日まで退避するように、ね、ウクライナ国防省情報局は30日、ウクライナ国防省情報局ロシア軍は徐々に撤退していて、一部の職員にも7月5日までに退避するよう勧告が出されていると発表しました。という話。でもまあ最後にはまあちょっとね、ゼレンスキー大統領は25日に、ロシアが原発へのテロ攻撃のシナリオを準備し、まあ、承認していると指摘した上で、ですよね、世界の注目は不十分だと危機感を示しています。まずここに注目を集めたい。ウクライナ側は今回の退避の動きはこのウクライナってこの嘘800つく国なんですかということですよね。そしてそのね、嘘で退避してるということがあったんで、それをですね、このグロッシ IAEA のね、原発を管理する、ね、IAEA のグロッシ事務局長っていうのがフランスのテレビでね、こう発言してるんですよね。ゼレンスキーが数日間でね、ロシアが爆発の準備をしてるってけど、それってほんまなんですか。It's an attack. ね。His chief of military intelligence said that preparations are being done. Russian troops have moved vehicles charged with explosives into the plant. They've mined the cooling pond. You have a team on the ground. 常時監視させてるんですよね。今まあ攻撃も受けてるってことで。で、その報告としてグロッシは、連絡を個人的にまあ会ってるんやけども、現地にいたがそのような事態には遭遇しなかった、ね、で私たちのチームにはあそこに行って毎日報告してる、ね。何が起きるのか、あなたが言及してる、この先のことは分からない。今、ね、そういうことは見ていないということ。見ていないということです。だから、仕掛けてるとか、そういう状況ではないと
ということなんですよね。まあ、ゼレンスキー発の情報を、ね、明確にグロッシ事務総長、局長は否定していると、ね、でラブロフももちろんね、そういうことをね実際考えられへん、そうやって自分らがねそこに対してんの、なんで、そこをね、自分らが攻撃するのって、もうこれ明らかな嘘よねって、まあ普通に考えて嘘なんやと思うけども、そういう嘘をね、真顔でゼレンスキーが報告して、またそれを CNN が発表するって、ちょっともう世界がおかしになってるし、まあ日本のメディアは、両論は平気はしてるけども、ロシアは否定してるだけ、ですよね。でもまあ賢明な人は分かってると思うけども、自分が管理してる原発に爆発を置いて自分で爆発させるって考えられへんですよね。だから、そこに対して攻撃ね、これってまあノッドストリームも一緒やし、ダムも一緒やし、ね、まあ徐々に実情っていうのは時間経過でバレてくると思うけども、彼らのゼレンスキーがやってることってウクライナの国土をね、破壊してるだけのこと、話題作りに、ね、もうそんなね、政権に対して援助する必要ももうないと思うんですけどね、そろそろね、日本国民も考えなあかんかなと思う時期に来てると思います。そしてメディアはね、この偏向報道をね、もうやめて、もう両論兵器の、きちっとね、ロシアの、ね、意見もきちっと伝えられるように、ウクライナの意見ももちろんきちっと伝えられる、そしてね、戦争でね、困るのはそこの地に住む国民民なんですからね、もう政権は、ただ上から武器をね、そういう民に渡して戦場でその民の命をなくしてるだけ、もうゼレンスキーはね、ええ加減せえという話です。